3月21日火曜日の全国の天気をウェザーニュースキャスターの檜山沙耶がお伝えします。西から天気が下り坂へと向かっていきます。九州は朝から雨が降り出し、その後雨雲が東に移動する予想となっています。中四国は午前中、そして近畿はお昼ごろ、午後から雨の範囲が広がる、拡大する予想となっております。お出かけの際に雨が降っていなくても雨具をご準備ください。北陸や関東、北日本のエリアではよく晴れそうです。ただ関東は茨城、千葉方面ですね、午前中にわか雨の可能性があります。空の変化にお気をつけください。日中の気温について見ていきましょう。各地気温が高めで、雨が降っても20度近くまで気温が上がりそうです。北海道雪解けが進みそうですので、融雪災害にご注意ください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。